はい、こんにちは。有限会社 YEY の和田でございます。死に方改革研究者および旅のデザイナーなんですけれど、実はね、私もまあ、葬儀屋の顔は一つあるんですけれど、まあ、葬儀のコンサルタントの顔は一つあるんですけど、もう一つは IT のコンサルタントでもあるんですよ。まあ、YEY という会社は家を作る会社から始まりましたけど、実際は、今は、葬儀社のシステムインテグレーションの、会社なんですよ。でそこから発展してるんですけど、一つのインテグレーションっていうのは、私が今押そうとしているのがセキュリティシステムなんですよ。最近ね、私もちょっとね、いろいろと自分のせいもあったんですけれど、インターネットで、いろんなアカウントをハッキングされてるんですよね。まあ私もこの中だから敵が多いという人間なのかななんて思いながら、4月にはスカイプが乗っ取られて、入られて、それもイスラエルから入られてるんですよ。まあね、本当にこういうのはね、大変だなぁなんて思いながら、まあそこで、一つは私やってるっていうのが、原子の自然崩壊によるセキュリティシステムです。これね、アメリシウムを使った原子崩壊で、そこから自然の乱数を発生させるという、仕組みをチップなんですね。これクアンタリオンという会社がありまして、これは東京理科大学のスピンオフした会社、スタートアップの会社なんですけれど、なかなかね、皆さんに理解してもらってないというのがありまして、でここの私のホームページでも何回か紹介してます、このクアンタリオンという会社の。でそれでね、やはり必要なのが、乱数発生なんですよ。で乱数というのが簡単に今アルゴリズムで作っているので、なんとか何回かやれば結局それを暴露できるわけですよ。で自然乱数じゃないのでね、で自然乱数というのはやはり、ナチュラル、自然の力を使った乱数発生で作っていくわけですよ。で乱数は何に使われているかといったら、皆さんよくやっているのが、こういうもので SMS から送られてくる番号とかあります。これみんな乱数なんですね。これアルゴリズムで何回かやってると、そのシステムを乗っ取ることができるんです。でそれをやらせないために、自然乱数発生する装置を作って、それを、皆さんに提供するという形。量子コンピューターができたら、それがね、みんな暴露されてしまうという形になります。簡単に、そのあなた方のやってることというのは、暗号化というのは全部、暴露されてしまうという形になってきますので、でなんでこれが量子コンピューターが使われてもできないかといったら、常に変わっているからなんです。自然崩壊しているものなの でアメリシウムといったらプルトニウム のベータ崩壊から作られているものですけれど、これね、意外と昔皆さんが知っている火災報知器なんかで使われていたんです、アメリシウムというのは。こういうのを今、放射性物質ですけれど、あまり恐れるものではないですし、チップに入っているから本当に微量、液体ドロップ1個なんですよ。水滴1本ぐらいのものなので、そんな大したことはないというのは事実でございます。でそこで、ウェルを作って、溝を作って、そこでブロックを作っていく、そういう仕組みがあるので、実際放棄するときはゴミ箱に捨てるぐらいでも大丈夫なという形なんですね。逆に水銀の方がゴミ箱に捨てたらもっと問題があります。そういうのがありますので、まあ、私が使っているものは、一つの、皆さんにご提供できるものというのは、クアンタリオンの、自然崩壊を利用した、乱数発生チップです。まあ、こんなのがあるということを皆さんちょっと覚えていただくと助かります。ではよろしくお願いします。